最終的な目標はやっぱ J1 に上がるってことなんで、その一試合一試合が すべてそこにつながるんで、まあ、そういう気持ちを持っていれば、まあ、足も止まることないと思うんで。夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで清水銀行。まあスタメンで開幕から4試合出れて、まあ、でもチームがやっぱ勝てないっていう中で、まあ、自分もなかなか攻撃でやっぱゴールっていう最後の目標に向かっているところで、あんまり、いいプレーができなくて、そこでだんだん出場機会を失ってしまって、すごい悔しい思いしてたし、まあ、その中で、まあ、ここ最近っていうか、まあ、時間が経っていく中でだんだんフォワードをやるようになったりして、まあ、今は試合にも、まあ、そこそこ出れるようになってきたんで、まあ、試合に出るっていう意味では、まあ、よくはなってきたかなとは思います。なかなか勝ててない時は失点の仕方がちょっとイージーだったりとか、まあ、本当に勝てる試合だったり、まあ、最悪でも引き分けに持っていけるような展開を、まあ、引き分けだったり負けだったりっていう風に、自分たちで苦しめちゃってるなっていうのを見てて、まあ、その中でやっぱ自分が出れないっていうのはすごい歯がゆい気持ちは持ってました。フォワードで出てるんで、チャンスを多く作ることはもちろん必要ですし、まあ、その中で自分が点取ったり自分がアシストするっていうのは、まあ、やっぱり前で出てる以上必要なことだと思いますし、まあでもやっぱり今テスさんがすごい好調ですごい点を重ねてくれてるんで、まあ自分がもちろん決めたい気持ちもありますけど、そのまあチームが勝つことが最優先なんで、まあ、テスさんがこう点を取ってるっていうその勢いを持続してもらうためにも、自分が、まあ、ちょっと多く走ったり潰れ役やったり裏に抜けてテスさんにゴール前入ってもらったりとか、まあ、その全体のバランスを見たりしながらどう攻撃に関わっていくかっていうところをすごい意識してますし、まあ、守備でも、まあ、やっぱ早く切り替えて前でボール奪えればショートカウンターでチャンスっていうのは増えるんで、そこの切り替えも意識してやってます。清水エスパルス、闘志なきところに勝利はない。己の全てをかけて、さあ這い上がる時が来た。8月14日エノファ山口 FC。 ここからもう絶対一つも落とせないし、勝ち続けていかないといけないと思ってますし、まあ、そういう意味で、まあ、僕個人としては、まあ、山口アウェーでやった時は、まあ、ゴールもアシストもできて、チームも4対0で勝てて、まあ、いい感触は持ててるんで、まあ、その感触をしっかりこうまたホームの試合で表現できれば、まあ、個人としてもいいと思うし、チームの勝利にもつながってくると思うんで、本当にもう落とせない試合が続くんで、自分がそのために貢献したいなと思います。比較的僕はその中でも走れる方だと自分では思ってるんで、まあ、きついですけど、まあ、でもそれは相手も同じわけで、まあ、相手より絶対自分たちの方が走ればそれだけチャンスも多くできるし、まあ、防げるところも防げるしっていう風になってくるんで、まあ、暑さは、まあ、大変ですけど、やっぱ気持ちの部分っていうのはすごいもろに出る時期だと思うんで、まあ、そこは本当に自分たちが相手に勝つって気持ちを持たないといけないし、最終的な目標はやっぱ J1 に上がるってことなんで、その一試合一試合が全てそこにつながるんで、まあ、そういう気持ちを持っていれば、まあ、足も止まることないと思うんで、まあ、僕もそうですしチームとしてもその信念をぶらさずに強い気持ちで戦えれば大丈夫かなと思います。自分もちっちゃい頃エスパルスの試合を見に来てて、すごいこう勝った時は嬉しかったし、やっぱああいう風になりたいなっていう夢をもらってたんで、まあ、今度自分がプロになって今そういう立場に立ったので、まあ、そういう風に一つでも思ってもらえるようにしなきゃいけないし、やっぱり自分がこう昔思ってた気持ちっていうのはすごい今にも生きてるんで、今後やっぱ自分を見てそういう風に思って将来やっぱプロになってくれる選手、子供たちが言ってくれれば、それはそれで本当に、まあ、それも一つのプロとしての役目だと思うんで、まあ、そういうのを果たせるようにしっかりその子供たちの声援にも応えたいなと思います。フォワードで出てる以上やっぱ点は欲しいし、まあ、変にそのゴール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 ってこだわりすぎるのも、やっぱプレーの幅が選択肢が狭まったりしちゃうところもあるんで、まあ、そこは全体
を見ながらやんなきゃいけない部分でもありますけど、でもやっぱ自分としても点っていうのは欲しいんで、うん、まああまり変に意識はしないけど、まあ、程よくこう自分の中でいいメンタルを試合に持っていければ、もう本当その点取る一歩前のところまでチャンスっていうのは顔出せるようになってきてるんで、そこをしっかり決めきる力っていうのも練習でもつけなきゃいけないし、そこで落ち着いてしっかり最後ゴールに流し込めればいいなと思います。3連戦の最後の試合でやっぱり自分たちとしてもここからステップアップして、J2 優勝っていう目標をぶらさずにやっていく意味でも、もう本当負けられない戦いが続きます。まあ、自分たちにとってすごい大切な試合になると思うので、皆さんにも熱い声援していただきたいですし、まあ、自分たちもあのグラウンドでしっかり結果を残すので、その姿っていうのをしっかり見てもらえたらなと思います。頑張ります。夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで。清水銀行。清水エスパルス、闘志なきところに勝利はない。己の全てをかけて、さあ這い上がる時が来た。8月14日、エノファ山口 FC